初期みやちゃん元気動画見ました？素晴らしいでしょ。じゃあ2月一緒に行きましょうか。 OK じゃね。さあとりあえず札幌。おお、今日は降ったね。今日は良さそうじゃない？札幌は4度、2月、ありえない。1時13分、丘珠空港に到着。そしてここで、たまちゃんアイス。そしてコーヒーはケビンのお願いでした。乗るまであとワンツか。これは利尻です。僕はまだ知らない利尻です。
3日前利尻に着いて4日間いる予定だったんですけど、天気が崩れて、思ってるより利尻は知らない。1日目はちょうど雨降った後だったので、斜面がまあまあ硬くて、雪が少なくて霧かかってて、初めての利尻は厳しかった。1日目も2日目も山の下から2、3キロぐらいスノーモビルで山の上に引っ張られて、その後ゆっくりと山を登って、1日目は西の斜面に行きました。2日目は東の斜面を登って、そして2日目はやっとちょっと利尻っぽい斜面が出てきたんですね。そして天気が晴れて、思いっきり集まったパウダーで滑ることができました。毎日トシヤ渡辺さんに、それから彼らの仲間たちに案内してもらって、最高な一日になりました。利尻にはまた来ないといけないんです。こんな利尻にはまだ会ってないんだけど、この利尻は待っててくれるでしょう。またいつか来たいです。今日はとりあえず飛行機が飛ぶかどうかのことを心配しながら空港に向かって、そして夜は最後の飛行機、青森まで僕の大好きな函館に戻ります。利尻ありがとう、また来ます。待ってよ。おらんけど俺。いやー、しかし降ってきましたね。そうですね。レイラモシリのペンションの名前気になってて、聞いたらアイヌ語でレイラは風、そしてモシリは島ってことは風の島、まさにその通りですね。また風の島に来たいです。ありがとう。Yeah.